殲滅作戦、水没彫窟に行きます。読み方合ってるのか知らんけど、ソーンズを借りてきます。天人家は昇進2を借りるために入れていますので、プレイでは使用しません。で、開幕ですが、メテオ、フェム、ソーンズの順に配置します。配置順が重要なのね。はい、左からの遠距離攻撃をソーンズで受けます。ふむふむ。右からの敵は遠距離攻撃をしないので、右の配置順は適当で大丈夫です。あと、コーレアを増やして簡単にした攻略もありますので、よければそちらもご覧ください。概要欄から行けます。ついにソーンズに手を出してしまったか。ソーンズ適性があまりに高いですね。左上の赤ゲートから出る敵たち、ミッドナイトとアレーンに新銀山を添えても倒しきれませんでしたが、ソーンズならそれを一人で最後まで倒してくれます。ソーンズ強すぎ。なんで遠距離前衛ばっかりなの？強敵が出てきても、左上で一旦止まるので、その間に攻撃できるのと、この回復装置を起動させるためですね。これなんだっけ？では、今のうちに説明しておきましょう。これは、少し前のイベント、潮汐の下で出たものなので、覚えている方も多いでしょう。敵が神経ダメージを与えてきて、100% 溜まると、ダメージとともにスタンしてしまいます。ふむふむ。で、装置の隣接4マスのどこかにキャラを置くと起動できて、効果範囲内のキャラは、神経ダメージが少しずつ回復します。なるほど。撃破100で、左下からバラが出てきます。撃破数ってどれ？僕は、上の左の白い数字で言っています。ふむふむ。で、バラは？そのバラは攻撃すると発狂して、周囲に神経ダメージをばらまきます。ふむを置くのを忘れてましたね。ここに出てる重機が動き出したら、グラベルでバラを釣ります。バラが動き出した。あ、重機も動いた。グラベルでバラを釣って、そのままバラを止めます。そのうちスタンして抜けられるので、次は後ろのグムで止め続けます。グムは抜けられないの？重機が回復装置の横にいる間は、神経ダメージの回復速度が上がるので、そうそう抜けられないですね。あれ、バラが倒れた。はい、バラは勝手に HP が減っていきます。代わりに、防御も術耐性も高いので、ブロックして時間を稼ぐのが成功法ですね。ふむふむ。以降、重機がいるタイミングで、グラベルでバラを釣ります。ちなみに、グムをここに置いているのは、重機をブロックすることで、回復装置強化時間を無理やり伸ばしています。重機はそのマスにいればいいだけなのね。ですね。回復装置に向かってカチャカチャしてるのは、ただの演出みたいです。で、撃破200で、グムが重機を攻撃しなくなっています。なんで？詳細は省きますが、グムでたまに起きるバグっぽい現象です。ほうほう。ここではグラベルを置いて倒していますが、オートが崩壊する原因になり得るので、ウェーブの切れ目は、グム以外で倒す方が良さそうです。ふむむ。さて撃破200です。ここから、右エリアにタコが出ます。これまで全く触れなかった右側？このタコは、ダメージを一定割合受けるごとに、周囲に術ダメージと神経ダメージを与えてきます。でも、今のタコとバーミルの位置なら食らわないので、スキルを使って、なるべく削っておきます。ここからは、バーミルのスキルをリキャストごとに使います。二体攻撃で、別の敵がいてもタコにも攻撃できるのね。です。もっと強い狙撃とかがいると、なお安心です。ふむ。さて、撃破260付近で、左下から赤バラが歩いてきますが、まだ重機が来ていません。ですが、一番下列の端で、グラベルで止めれば、止めている間に重機が来てくれるので大丈夫です。ふむふむ。そして先方のフェンを下げて、右下に、クルースを右向きに配置、下のタコを倒しやすくします。クルースは、もっと早く置いてもよかったんじゃ？この位置は、右下から出る、この重機を攻撃してしまうので、置いていませんでした。これからは、右下から重機が出ないので、ようやく置けたって感じです。ふむふむ。そして、右エリアの敵の数が多いので、バーミルとポプカルのスキルを高度に使います。ほんとだ、わらわらと来てる。撃破300まで来ました。あと4分の1。密度は濃くなっていきます。それでも左上は放置できるので楽です。そういえばメテオって必要？たまに浮遊魚がソーンズを抜けてくるので、それを倒すために必要ですね。ふむふむ。まず左下の赤バラ。これは、重機が動き出してから釣ります。なんか数が多いのに、タイミングがバラバラで分かりにくいね。要は、重機がグムの横にいるときに、グムがバラをブロックできれば大丈夫です。ふむふむ。で、右エリアはまた敵が多いので、またバーミルとポプカルのスキルを高度に使います。赤タコは止まってるから、ジェシカとクルースで倒せそうね。撃破333。もう重機がグムのところにいないので、グラベルがスタンしたら、フェンでも止めます。肉弾戦法？
実は右の真ん中にも赤タコが来てるので、スポットを置いて止めます。上下の赤タコは倒せたね。はい、下のを倒してからクルースを下げて、配置枠を開けました。でも止めなくても、直接ポプカルで倒せるのでは。ポプカルだと削るのが早すぎて、反射ダメージで逆にこっちが倒されるので、ゆっくり削っています。ふむふむ。それでもパフューマーが倒されやすいので、もし倒されたら、また同じ場所に置きます。まだ休んじゃダメですよ。そして撃破350。ここからは、右エリアには赤タコとボスしか出ないので、地上のキャラを3人とも下げます。用済みじゃ。いえ、また使います。右下から赤タコの2体目が出たら、バーミルのスキル。早く倒したいです。右下からも赤バラが出てきた。これはすぐにグラベルで釣ります。しかし重機がいない？赤バラがグムのところに行く頃には、ちょうど重機も来てるので、大丈夫です。結構回り道してた。ここから最後まで、バラはすぐ釣ります。これまでも大体すぐだったけどね。次の左下の赤バラ、グムのところから重機がいなくなるので、こういう時はフェンでも止めます。あれ、重機がグムを避けてる。実は撃破300から重機の動きが変わってます。あ、ここにフェンを置いて重機を止めるのは？そうすると、この後のタイミングが変わるので、重機は止めないようにしました。ふむふむ。次の右下、もし赤タコからの神経ダメージで、グラベルがすぐに倒されたら、クーリエで繋ぎます。組むだけじゃダメってことね。重機は右へ行ったり左へ行ったり大変だな。2台出せばいいのに。ね。さて、右の赤タコが倒せたら、ジェシカは下げますが、バーミルは置いておきます。居残り。次、撃破375になると、それ以降メテオは不要なので、メテオは下げて、その位置にクルースを右向きに置きます。狙撃の向きを変えた感じだね。右エリアから少し離してるのがポイントです。ふむ。さて、撃破375、大詰めです。右エリアには赤タコが4体。もう途中で止まってくれないね。そのためにクルースを離しておきました。バーミルが倒されたので、ジェシカを代わりに置いています。ここからは、重機が長く残ります。そしてついに、右下からボスが登場。ボスが最初のマスに止まったら、フェンを配置。ボスの攻撃と最初のスキルを受けます。これは？これはジェシカが倒されないようにでも倒されてました。ロイ。ボスが右エリアを一周するまでは、代わりの狙撃は配置しません。ふむ。左上の赤タコを倒せたら、クルースを下げます。赤タコあと3体。ボスが右エリアを散歩してる。ボスがグラベルにスキルを使うまで、倒されずに残ってほしい。ただの願望だった。あ、ボスがスキルを使った。良い感じです。ここからは、バラの釣りにグラベルは使いません。ほうほう。そして、ボスを倒すための大切な手順です。ボスが右エリアから出ようとするので、この位置でスポットで引っ掛けて止めます。そして医療や狙撃も配置。ここからは1倍速で慎重にやります。ふむふむ。ボスがスポットにスキルを使ってくるので、電撃の4発目を見た頃に、グラベルを置いてボスを止めます。一時的にグラベルでブロックして、スポットのスタンが回復したら、すぐにグラベルを下げます。ふむ。要は、ボスのスキルをスポット1人だけで受けて、スポットはスタンするけど、その隙をグラベルでカバーする、って感じです。ふむふむ。右の赤タコ2体は、狙撃で倒しつつ、以下繰り返しで、ボスも止めながら倒します。でもこれ、かなり難しくない？そうですね。なぜかグラベルの再配置が、微妙に間に合わなさそうなことがあるのと、これは自動式は通らないですね。そこで、バーミルをエリアに変えるだけで、あら不思議、ボス戦が簡単に終わる方法もご用意しました。まあ、簡単。でも、お長いんでしょ？通常なら別動画にするところを、この動画とほとんど変わらないので、この後にダイジェストでつけることにしました。まあお早い。というわけで、プレイは慎重ですが、あとはボスだけなので、早送りしておきます。さて、バーミルをエイヤのスキル3に変えました。プレイはさっきとほぼ一緒なので、サクッといきましょう。そうそう、補足情報ですが、ソーンズは、昇進にレベル40特化になら足りますが、昇進にレベル50特化1は倒されました。つまり、特化が大事ってこと？そうですね。攻撃速度が上がるのが効いてると思います。ふむふむ。で、すでに後ろでは1回イラプションが通り抜けたけど、飛んでるからよくわからない。上の左、撃破数を確認してもらうのが良いと思います。ふむむ。ここは、真ん中の赤タコが来てからイラプション。さっきはスポットで止めたところだね。基本的には、
タコが来たらイラプションして倒すって感じです。リキャストがまだ見たいだけど。そんなことはさまつな問題です。リキャスト完了してから撃てばいいのです。近づかれる前に倒せるのがいいね。撃破375。もう赤タコが止まらないので、イラプションして撤退しておきます。ボスが右エリアを散歩するので、通り抜けてから、エリアを上に配置します。いやいよ、ボス戦。ボスは、スキル使用中は無敵になるので、スキルを1回使わせるために、フェンを置きます。スキル使ったね。あとはスポットでブロックして、イラプション。これでボスともさよならバイバイ。元気でいてね。というわけで、エイヤとソーンズの2人の場合でした。これなら簡単にいけそう。最初からこれにすればよかったのに。まあ一応、エイヤなしでもいけないことはない。ということを示しておきました。ふむ。長くなりましたが、これにて。ご視聴ありがとうございました。